リヒャルト・アーグナーのニーベルングの指輪へのアーサー・ラッカムの差し絵における巨人、ファーフナーとファーゾルトがフライヤーを捉える場面。下の巨人は北欧神話の巨人。超人的な強さを持つ大自然の精霊の集団の一員である。コノルド語ではジョトンと言われ、時にはジョッツンのように英語化される。下の巨人は アース神族とバン神族とは反する立場にあると言われている。しかし彼らは頻繁に交流したり、あるいは彼らは結婚さえしたりした。彼らの祖国は高い山、または密林によって人間の世界、水ガルズから隔てられた古代北欧の宇宙論における9つの世界の一つ、ヨトゥンヘイムである。ニブルヘイム、ウートガルズ、ヤルンミドを含むその他の地名も、また、 彼らに関係がある。いくつかの伝説や神話においては、彼らは人間と同様の背丈であると描写されている。後の北欧の伝承において、神秘的を意味する語に由来するトロールと呼ばれた大自然の精霊は、ジョトンについてのより古くからの発想様式の多くを受け継いでいた。また、南ノルウェーの山脈はノルウェー語でヨートゥンハイメン、あるいはヨトゥンヘーム山脈と呼ばれている。 このルド語において、彼らはヨトナー、あるいはリザー、特別なものとしてはバーグリサー、あるいはサー、女巨人はまた、ジージー・アールとも呼ばれる。ジョトンは、クーと同じ語今である、可能性がある。そして、混沌と大自然の破壊的な力を擬人化するという趣旨のもと、それゆえに、大食い、または、人食いの原理があった。同じ理屈を適用し、サースは、乾き、または、 知恵の乾きの派生語である可能性がある。単語、ジョツンは巨人のこととして現代のノルウェー語にも残っており、現代のスウェーデン語とデンマーク語ではジャットとジェットとに変化した。現代のアイスランド語のジョトンはその原理を保管している。古英語においてジョトンと同じ語源の単語はエオテンであり、現代の英語のエッチンがそれにあたる。古英語にはまた同じ意味の 同じ語源の語である、チアーズがある。フィンランドの海の怪物と戦争の最高神は、単語、サースに関係していると思われるイクトゥルソの名で呼ばれた。サーミ語は、話しごしゃらの神話に、ジョバタナーズという、数人の妻を持つ、人食い人がいる。彼らは人間に捕らえられ、食われることがあり得た。そして彼らの胃袋は、金と銀でいっぱいだった。 この単語がゲルマン語系の言語に由来したのか否かは不明である。バイキングのルーン文字はサースと呼ばれ、後に文字へと発展した。北欧の伝承における一種のトロール、または日ッに対するノルウェー語の名、ツッセはコのルド語サースに由来している。最初に生きていた生物は銀ルーガガップとして知られている太古の混沌の中で作られた。 ユミルと呼ばれる巨人だった。彼が眠った時、巨人の息子と巨人の娘が彼の脇の下から生まれた。そして、彼の2本の足がまぐわい、6つの頭を持つ怪物を、生んだ。これらの3体の生物は、フリームスルスの血統を生じさせたと推測される。そしてアウルゲルミル、その子スルーズゲルミル、その息子ベルゲルミルは、霧と寒気と氷の世界、ニブルヘムに住むようになった。 神々はブーリを特定し、彼から自分たちの源が生じたと主張する。ブーリの息子ボルは、下の巨人のボルソルンの娘ベストラと結婚して、オーディン、ビリとベイの三人の息子を得ている。その後巨人ユミルが、オーディンらによって殺害された時、彼の地は、ニブルヘームに、洪水のように押し寄せた。そして、次に、彼らの種族を再興させる、引臼に乗って、 何を逃れたベルゲルミルと彼の配偶者として知られる一組を除き、水は巨人すべてを滅ぼした。ギュルビタブラカシュナナ賞によれば、地の洪水以降に登場する、下の巨人はすべてベルゲルミルの子孫であると言える。クロッティの歌より、女巨人、フェニアとメニア。巨人は太古の混沌の、そして荒々しく破壊的な大自然の力を象徴している。また、 絶え間ない警戒という犠牲の上ではあるが、神の支配による彼らの敗北は、自然界に対する文明の勝利を象徴する。ヘイムダルは、アースガルズから、ミズガルズにかかるビフレスト橋を永遠に見張り、トールは、ビフレスト橋を渡るにはあまりに重いため、ミズガルズにたどり着くために、ヨトゥンヘイム内を危険を犯して進み、途中で、多数の巨人を可能な限り殺す。相対的に巨人は、 外して醜悪な性格好であることに加えて、恐ろしい見た目爪、牙、奇形の顔つきを持つ性質だと考えられている。彼らのうちの何人かは、例えば9つの頭を持つスリバルディのように、さらに多くの頭を持つ場合があった。または、全体的に人間とは異なる形態のものもおり、そのためロキの子供たちのうちの二人であるヨルムンガンドとフェンディルは、巨人と定義されていた。 彼らは粗悪な顔つきとをった知性を持っている。エッタは一度ならず何度も子供の気象に彼らのそれをなぞらえる。また下の巨人は人間と神に敵意を持っていると考えられ、神々と争いが絶えない。最終的にラグナロクで敵として戦うとされる。ギルビタブラカシ51章にはフルムという名の巨人に引きられたすべての下の巨人が、 神々との決戦の場に集まると語られている。巨人の王ウートガルザロキも下の巨人だと言われている。それにもかかわらず、巨人が名前を挙げられ、より細部まで説明される時には、多くの場合彼らに逆の特徴が与えられる。信じられないほど太古から、彼らは過去からの知恵を伝えている。オーディンがこの親世界的な知識を得るべく求めて言ったのが、巨人。 ミーミルとバフスルーズニルだった。神の配偶者は多くが巨人だった。ニョルズはスカジと結婚し、ゲルズはフレイの妻になり、オーディンはグンドズの愛を得、そしてこれらの種族の強力な殺害者であるトールさえ、マグニの母やアルンサクサとの間にこうなした。そのように彼らは自身が神に準じたものであるように登場する。そのことは、 ヨトゥンヘイムにいる他の巨人によりずっと神に関係が深い海の巨人エーギルについて同様に言われるはずである彼らは誰も光を恐れずまた快適さにおいては彼らの住居は神のそれとまるで相違しない詳細はラグナロクを参照若干の巨人の種類は炎の巨人スルトとその王ヒシンモラによって支配される灼熱と炎の世界 ムスペルヘームに住んでいると言われる炎の巨人だった。炎の決心であるロギは、これらの種族とは別の種族だった。北欧神話における炎の巨人の主な役割は、ヨトゥンヘームの巨人たちとヘルヘームの軍勢が神々への攻撃を開始した時に、神々のほとんどを殺すことなく、ラグナロクの最後に、世界中ユグドラシルに火をつけることによって世界へ最終的な破滅をもたらすことである。 ラグナロクの間、炎の巨人は、多数の馬に乗り、燃え落ちることのない偉大な森の中に、オーディンによって隠された一人の男性と一人の女性を除いた全ての人々、神の何人か、そして炎の巨人自身を殺すために、水がるずを、年、植えさせた。ありがとうございます。